幸せデッサン。家は心安らぐ場所。園庭に日よけ用のテントを張ると、散らばっていた子どもたちがわらわらと駆け寄ってきます。屋根と柱や囲いがあれば、それは子どもたちにとっては家となるようで、そこに何やら家財道具と思われる砂場の道具類を運び込む子や、三輪車を出し入れして車庫のつもりかなと思われる動きをする子も現れます。皆さんも子どもの頃、一度は段ボールなどで囲いを作って、ワクワクウキウキとおうちごっこで遊んだ経験があるのではないでしょうか。さて、そんな幼い頃の家に対する憧れを大人になって実現する日が来ます。初めての一人暮らしの住まい選びは楽しいものです。でも実際は条件との格闘。自分の収入に見合った家賃かどうかが最大の条件となるでしょう。結婚すれば二人で暮らす新居を考えます。最近は実家に同居するケースが少なくなって、若い夫婦がローンを組んで家を買うことが多いそうです。以前、私が園長を務める幼稚園にお子さんを入園させたいと希望していたご夫婦がいました。マイホームのローンを払うために奥さんもフルタイムで仕事をしていました。ところが、子供の面倒を見てくれていた実家のお母さんが病気になったために、すぐに保育園に預けなければならなくなりました。この幼稚園にぜひ入れたいという気持ちに変わりはないのですが、と残念そうに話してくださいました。この幼稚園では放課後の預かり保育もあるので、共働きでも通わせられるようになっていますが、保育園の方が都合がいいお宅もあるのです。私も20代の頃、仕事場兼自宅としてマンションを買おうかと考えたことがあります。もし主人と出会わなければ、ローンを組んで買う方向へ進んでいたでしょう。またすでにローンを組んでいたら、すみません、私にはローンがあるので今の仕事を続けなくてはなりません、ですからあなたとは結婚できません、ということにおそらくなっていたでしょう。ところで、天理教の教会長を務める主人に、もし今の職業でなかったらどんな暮らしをしたいかと聞いたことがあります。すると、山小屋の番人ときっぱり。テントを背負って喜々として山に向かう姿から、きっと子供の頃に段ボールハウスでウキウキと遊んでいたに違いないと想像がつきます。防音サッシの部屋で安眠したい私と、テントに寝袋で寝られるという主人。山小屋生活では一緒に暮らせないじゃないという話になりますが、主人は山小屋に住んで、私は山のふもとで食堂をやるというのはどうだろうか。たまに下界に降りてくる山小屋の番人に、おいしいご飯を用意して安らかにくつろいでもらうという、そんな関係もまたいいかもしれません。安らぐという字は、浮かん無理に女と書きます。きっと屋根の下に女性がいると心が安らぐのでしょうね。神様は互いに助け合って陽気に暮らす様を見て、共に楽しみたいと思われ、この世と人間をお作りくださいました。この神様が用意してくださった世界に暮らす私たちが、段ボールハウスの中で楽しく遊ぶ子供のような姿だったら、安心して眺めてくださることでしょう。そんな子供たちの遊びの中でも、時にはがっかりするような揉め事もありますが、明日になれば新しい遊びを見つけて楽しんでいるものです。家も人も神様からお借りしているものと教えられています。そもそも自分のものではないと思うならば、また所有することに縛られさえしなければ、人間はもっと自由でのびのびと暮らせるのではないでしょうか。そして家とは、そこに集う人の心に安らぎがあることが何より大切だと思うのです。